皆さん、はじめまして、ボンと申します。これからこの友人と2人でハワイに3泊5日で旅行に行ってこようと思っています。さっきさ、紹介した時さ、なんか俺すげえ愛想悪い感じだった。小腹が空いたので、成田空港の2階にある空海か航海か、多分航海だと思うんですけど、航海というラーメン屋さんにやってきました。73番遠いね。まあ、遠いわ。いやー、73番は遠いですな。それさっき言ったから。あそこからも撮り始めてるから。水しか売ってない。水だけ。俺らもう出国したんやから。出国したから。これからあの飛行機でハワイへ行ってきます。
はい、着きました。日本を夜の8時10分に離陸して1時間半飛行機に乗って、こっちは今朝の9時半、今からバスに乗ってホテルの近くのロイヤルホワイアンセンターに向かいます。ロイヤルハワイアンセンターというのはフードコートもあったりするショッピングセンターみたいなものです。こちらこれから何度もハワイでお世話になる ABC ストアーズっていうところなんですけれども、ここ日本のコンビニみたいに何でも売ってるんですけど、特にワイキキ周辺には本当に数が多くて、日本でいうセブンイレブンくらいの数はあると思います。